私の名前は中田幸人と言います。1988年笠間市の中田聖棟という聖棟所に生まれました。高校で陶芸を学び始め、県立窯業指導所を卒業後、すぐに中田聖棟に入社し、以来12年間作陶しています。私は主に黒く焼き上がる素地の上に白化粧を塗り、その上から飛びカンナという技法を施すことにより、黒い素地と白化粧土のコントラストが楽しめる作品を作陶しています。また形も古臭くなりすぎず、現代の様々なスタイルにマッチするように心がけております。それだけでなく、強度や実用性も加味し、比較的高温で焼き込むため、電子レンジや食洗機等でも問題なくご使用いただくことのできる、生活に寄り添った器作りをモットーに制作しています。